小栗旬主演の大河ドラマ鎌倉殿の13人2022年1月9日日曜日スタート NHK 総合ほかのメインビジュアルが公開。撮影は写真家のレスリー・キーが抜擢された。三谷幸喜が脚本を務める同ドラマは源頼朝に全てを学び武士の世を盤石にした男北条義時小栗とそんな彼を中心に鎌倉幕府将軍鎌倉殿を支えた13人の家臣団の姿を描く。また12月1日より公式サイトがオープン。公式サイトのイラストは総画やキービジュアルなどを手掛けるイラストレーターの奥が担当している。